それは朝日新聞の社長に出てるでしょ。それ自体はすごく幼稚な感じがしますね。まあ、隠さずに言っちゃったんです。立派だけど、何も何もしないことはなんか前からじゃない。勤務時間に会社の規定。これをその校閲、まあ校閲っていうのはね、要するに言葉遣いを決めるとかですね、あるいは漢字の読み方間違えてないか、記事が最終的に間違ってないかをこう。とやるとこじゃないですか。言葉のプロですよね、うん、言葉のプロが信頼性を保証する部署ですよ。 それが俺今のところは放送禁止用語をバラバラと並べてるっていうのはね、これはひどいブラックジョークなんですが、まあ、映画でもね、こんなブラックジョークはリアリティないからやめろって言われちゃうぐらいのね、ことが現実に起こったと。だから意識的にこの人はね、こうやったらこうなるっていうのはこいつ係だからよく分かってるんですよ。あ、プロだからね。だからプロなんですよ。だからわざと、うん、あのね、シネブラクミンとかね、なんとかとか失語症とかっていう差別的な言葉を使ってるやつは一体誰だろうと、左翼じゃないなと、朝日新聞と全く逆の人たちを枠印象を持たせるために、こういういわゆるこれ暴力宣伝の一つのね、典型じゃないかなと思いますね。まあ、それで、うん、ちなみにこれ何のテーマでそこまで揉めてたんですか、その朝日の。まあ、これは何のテーマというか、いろんなところに書いていたんで、まあ、本当嵐なんですよ。鉄道すごいですね。面白いのはですね、これによってその一時的にこの2チャンネルから朝日新聞 そのアクセスを止めたらですね、この2チャンネルの中で一番アクセスが多いと言われるニュース速報という板があるんですけども、ニュース速報プラス、そのプラスがあるんですけれども、そこがですね、アクセスが半減したっていうんですよ。それだけそうですね。これはおそらく、まあ、朝日新聞から半分来てたっていうのではもちろんないと思うんですよ。ただ2チャンネルというのは結局そのなんか変なことを、行き過ぎたことをするとですね、身元を晒されるという恐怖によってこう工作活動をしていたね、その朝日新聞もいるかもしれませんが、いろんな大企業とか他のメディアとかが自粛した結果じゃないかと、怖くなってね、みんな組み上げたんだ、朝日だけでな、そうだ、この事件によって面白いなと思ったのは、だいぶ誰とやってんだな、そんなにそのインターネットっていうのはこう自由な言論とか出てるけど、かなりの確率でこの工作というかね、工作が入ってたと。でしかもなんかあの反日的な書き込みとか小沢陽子の書き込みとかがだいぶ減ったというね、民主党陽子の書き込みなんていうのはすごかったから、それ特に安倍内閣が誕生してからの2チャンネルってすごい変わったんですよ。ものすごく、その今前田さんおっしゃった2チャンネル、あのニュース速報プラスがね、ものすごい変わったのは、安倍晋三に対する個人の抽象 の、うんうんうん、あのコピー&ペーストがものすごいバーッと増えたんですね。それで汚いこうイラストを、ね、使ってね、顔をねこうデフォルメさせて安倍晋三個人をその抽象するような書き込み、統一教会と とあのなんかつながりとかね、根も葉もないこといっぱい書いてある。最後おっしゃったのは、要するに朝日がこうバレたってことで、朝日に類するような工作員もみんな引いちゃったということですね。まあ、そういうふうに考えられるんじゃないかというね。うん、その半減したっていうのはそうでしょう。うん、その書き込みをした朝日新聞の校閲の人っていうのは、でも個人的にやってたわけですか、うん、それとも社員を組んでやってた、ね、そこが一番分からないところなんですよね。朝日の調査だと個人的にやった、朝日の調査業務命令だけど、朝日新聞は新聞市場でこのことは何かコメントっていうか謝罪、今日載りました、今日出ましたか、うん、あの最初4月1日です、ね、時事通信がね報道したのをちょっと載せましたね、あの時事通信だから、ある意味で言うとね、この業務中にやってたことは確かですよ、うん、つまり社内からやったってことはね、会社にいた一応仕事時間でね、一応やってたってことでしょ、あの深夜でもまあ昼でもね、まあ、こういうことがまあ明らかになったということで、ただまあやっぱり今言ったインターネットのこう実態っていうのがね、その特に2チャンネルというね、実態っていうのがある程度そこのところで面白い、あの明らかにしてくれたね、怪我の業界逆に富田さんに訂正し、4月1日は産経の記事ですよ、私が、あの朝日には載ってませんでした。朝日に4月1日載っていたのはあの嘘バスター、ああの嘘バスターに嘘があったというですね、それを4月1日に載せた、これも遅いんでしょ、1ヶ月ぐらい前の事件ですよね。チャンネルの参加者というのはどれぐらいいるんですか、1日あたりどれぐらいいるんですか、すごいでしょ、それはアクセス100万200万ぐらいですか、いやいやそんなことじゃないですよ、ニコニコ動画の登録者は1000万でしょ、ああそうなんですか、登録だけで1000万ですよ、2チャンネルの数千って多くでしょ、もっと、うん、だいや1日あたりあの閲覧するっていうのは数千ぐらいあるのかな、数千万いるんじゃないですか、2000万とかなんだ、ね、それ朝日のはバレない、ページビューは当然あるんですよ、西村さん、バレないと思っ
ってやったわけでしょ、うん、でしょ、いやまさかアクセス禁止になるとは思わなかったんじゃないですか。しかもそれをこう公表されるとは思わなかったと思うんですよね。だからこれからはこの2チャンネルはね、いろいろ噂があるけど、何朝日に対しては厳しかったんだ。だからそこがどういう意図で、ね、それは別にあの どこに対して厳しいってことじゃなくて、何でもそのレギュレーションに違反した時に、あとその削除依頼っていうのを出した時に、削除依頼出す時にはその IP アドレスが表示されるんですよ。でどうもその人はあれじゃないですか、削除依頼出してたらしいじゃないですか。それで そこにちゃんとあの朝日ドット NP.COJP っていうのがちゃんと出ちゃってたみたいな。全然あんまり詳しくないからね、政治グループだとかね、まあ、あの企業なんかでもそうだけども、いろんなあのグループがですね、やっぱりメディア戦略を考えた時にその2チャンネルが無視できない存在にもうすでになってるしね、特にあの政治セクターというか政治なんかをやろうとするね、あの政党であったりね、いや先ほどちょっと出た世論調査についても、今ネットが例えばヤフーのですね、あの玉上問題の、その世論調査、10万ですよ、参加者10万超えてるわけです。10万超えるなんてことで新聞社できないでしょ、お金かかっちゃって、とてもじゃないけど、これ新聞テレビ全然足元が及ばないようなですね、あの人たちが、ね、でニコ動の世論調査でもオーダー7万ですよ、大体ニコ動するのが分かんない、ニコニコ動画ね7万人単位で、いや新聞社の5000とか1万という話とですね、7万とか10万というのは全くそのサンプル数において桁が違うわけ、ね、いや今大事なポイントだろうと思うけどね、僕はこうかねてね、あのこう思ってるんですよ。1億、まあ、2000万ね、1億人だ、 1% で100万人でしょ、はい、そうするとね、あの僕は こういうことなんですよ、あのつまり、ある問題について100のね、はい、見方があるとする、そうするとまあそれ100の見方で100万なんですよ、ということは ねつまり数千とか数万程度のサンプリングするよりも、するよりも一人の人間の確信を表明すれば、ね、100のタイプの確信の中だって100万なんだ、100万なんだ 1% で、そうですね、ということはね、つまり世論調査っていうのはほとんどあのその議論するにしろ値しないっていうのが僕の長い間の信念なんです、ある意味ではね。それはね、どういうことかっていうとね、つまり自分がね、自分が何かこの例えば孤立してるとか、自分が誠に少数派であろうというふうに落ち込んだ時に、しかし俺の人に多分100万人ぐらいいるだろうと、つまり 1% ぐらい俺を支持するやつはいるに違いないと思うとね、100万なんだよね、だから実にね、このつまり要するに言論っていうのは信じてることを言う場所が言論であってね、世論調査で支持率がどうかっていうふうなことに過度に反応する政治家やメディアっていうのがおかしいんだと、だから例えばキャスターであれ政治家であれね、自分が真にこういうふうに考えてますということを率直に、ね、表明することが自分の背後に最低100万人ぐらいの、類型としてねあるっていうね、そういうだからこの世論調査っていうものを根本的に疑う、っていうね、でそのことから政治が回復すると僕は思うんですがね、あの世論調査に関してはですね、2つ問題点があって、1つは、まあ、あの世論調査を是としてもですね、非常にそこに技術的な、罠がいろいろあるわけですよ。で、あの例えば朝日新聞の世論調査というのが往々にして普通のものよりやや左に行くのはですね、これはもうあの世論調査の担当者がある本に書いてるけど、朝日新聞だと言っただけで今電話が多いんで、ほとんど協力しない人間がいるんで、その結果的にですね、いやこれはその日経かなんかの人間が書いてるわけで、協力する人たちというのは朝日新聞というだから、あのそういうこととかいう技術的なこともあって、どうしても変更を免れないと、変更する意図がなくてもですね、結果的に。それからもう一つはですね、世論調査だったのは昔からあるわけですけど、これほどね頻度が活発じゃなかったんですよ。今ほとんど毎週です。それからね、一見世論調査に従って政治をやるのは民主主義の教科書通りと思いきやですね、僕は逆だと思うんですね。つまり参考でなくて、今世論調査の方に特に民主党なんかそうですが限りなくなびいてしまってる。そうすると政治家なんかがいらなくてですね、コンビニかなんか、あるいは極端に言えば一家に一台そういうパソコンがあってね、それで決めてしまえばいいと。やっぱり政治家というのは
本当に信念を持っていれば100万人とあれでも悪いか、あるいは世論を変えていくんだという信念があるのが本来の政治家であってね、あの僕は世論調査必ずしも悪いとは言いませんけれども、世論調査に振り回されているということ自体がね、その政治家の情けなさが今問題だと思いますね。それで大賛成で、あの2つ言います。まず前半はそっちの話をする。